食事は確実に直していただいた方が早く楽になるわけですよ。本人の努力と私のセンスと。しーちゃん、しーちゃん、はい。今日は手湿疹についてお話しします。千葉県にお住まいの HU さん、35歳からのご相談です。妊娠8週目に入った時に手荒れが始まりました。その際受診している病院で妊娠中のこともあり弱めの薬を出してもらいましたが治りませんでした。その後出産、しかし出産後も手湿疹が治ることはありませんでした。産後5ヶ月で別の病院にかかりステロイド配合の塗り薬を処方してもらいましたがやはり改善はしません。さらには生理前になるとかゆみが増してかいてしまいますます悪化する一方、治ってはぶり返すということを繰り返すため産後7ヶ月の時に地元で有名な病院の皮膚科を受診することにしました。そして塗り薬と同時に飲み薬を数種類出していただきましたがそれでも良くなりませんでした。まずですね、湿疹の場合は手湿疹であっても全身湿疹であっても必ずチェックしなくてはいけないのは食事の内容なんですね。で、まず甘いものを食べていないかっていうことをチェックします。甘いものは果物も含みます。そしてお菓子、ジュース、朝から夜までどんなものを口にしたのかを細かく細かくヒアリングして原因を探っていきます。で、人によったら例えば果物では発疹が起こらないかもしれないし、あと乳製品では発疹が起こらないかもしれないんですけれども、今実際に湿疹が出ていて何回も病院に行って通っているけれども治らないということであればですね、原因として考えている食材は全て削除、もうちょっと頑張ってやめてもらう、一生やめろって言ってるんじゃなくて良くなるまでですから、ちょっと我慢してもらえませんかっていうことで、ちょっと除去食でお願いしてるんですね。それとなった経緯ですね、どのタイミングでこの症状が出てきたのかっていうことですね、始まりをヒアリングするのは基本ですね。あといつの時期に悪化するのかってことが大事ですね。女性の場合は月経があるので低温期と高温期で、高温期の方が症状が悪化しやすいんですね。それは高温期の時に体が熱くなるから痒みが増してしまうっていうこともあるんです。この場合は熱系の湿疹になるから少し冷ますような食材も召し上がっていただくとかいう食性のお話とおすすめ食材なんかもお話ししますね。で、今回の場合はですね、妊活でのご縁なんです。皮膚科で治るもんだとそんなに、なんだろう、ひどくなっちゃうなんて思いもよらない、通っていれば治るだろうと思っていたんですよね。で、それでようやく治らないから、まあ、私のとこ来たということなんですよね。なかなかね、このケースね、難しくてですね、通常はですね、湿疹とか体の、まあ、炎症系のトラブルですね、皮膚トラブルなんかはだいたいアチアチ系なんですね。体に熱がこもってる人がこの症状になりやすいんですよ。ところがですね、こちらのケースはですね、生理前にお腹が緩くなるっていう冷え症のタイプの皮膚病なんですよ。この冷え症のタイプの皮膚病を治すのは結構難しい、薬選ぶのに難しいんですね。通常は熱を冷ますような漢方薬になるんですよ。だけどこの冷え症の場合は体を温めているのに皮膚病が治るという漢方薬を選ばなくちゃいけなくて、でその時に私が話すのは、皮膚病が出てるってことは毒素を排泄してる、排泄器官なのでね、皮膚は。だから何かの毒素を皮膚から出しているかもしれないから、この炎症はそれを血流を改善したり体を温めたりすることがあるから、一時悪化するかもしれないけど、それでも温める漢方を私は出したいけども飲めますかって言うんですよ。もう絶対温める漢方を飲んで痒くなっちゃう人も中にはいますから、でもこの人は体質が冷えているので必ず温めなくてはいけないんですね。そのあたりちょっとお話しさせていただいたんですけど、彼女は、まあ、先生がこれ選ぶんだったら飲みますっておっしゃっていただいているので、それで温める漢方を出してます。で、結果としてその後痒くなったことはなかった、その温める漢方を飲んだところで
わーっと痒くなったりはしてませんよということでございます。翌月の2月にですね、右の手荒れはひどいですが元の手に戻りつつあるのと顔の皮膚がツヤツヤしてしっとりしていて驚いてますっていうことなんです。私今回漢方薬の他に皮膚の、スベスベ感を増すようなあの材料のサプリメントも合わせて出してます。だ漢方薬プラス材料系を入れてるんですね。そのあたりが、まあ、よく反応したんじゃないかなと思います。であとは食事の内容そんなにあの問題はなくてですね、バランスよく召し上がっていただいてましたね。それで乳製品結構体にいいと思って食べてたんです。で乳製品をやめていただきましたね。で、甘いものヨーグルトチーズをやめて、やっぱ甘いものとヨーグルトとかチーズをやめましょうって話、乳製品ねやめましょうってことと、あの早く寝るようにしましょうっていうことで、まあ改善に導いたんです。で、次の4月ですね、それが、手が荒れることなく綺麗なままを維持できてます、お薬なくなりそうなので追加でってことで、もうこの辺りからだいぶ綺麗になり始めたんですね。お医者さんは3箇所変えてるんですよみたいなヒアリングもしてますね。どこの皮膚科でも食事の指導はありませんでしたと。でこういう皮膚トラブルでね、食事についてあの細かく指導がないのは、まあ、よろしくないと思いますね。で嫌われますよ、あの信頼関係ないとね、もうこんなにうるさいこと言ってってなりますけども、やっぱり言うべきことだ、ずっとやめなさいって言ってるわけじゃないので、短期集中でいきましょう、2年だったのが2、3ヶ月でだいぶ良くなってきたって言ってるわけなので、私も漢方だからと言って1年2年かけるのは、まあ、生まれつき、もう本当にアトピーでステロイドも長く使っちゃったのはなかなか短期では難しいですよ。だけどある程度のものだったらなるべく1日でも早く短くなんとかしたいっていうのが私の出し方、漢方の出し方なんですね。となるともう食事は確実に直していただいた方が早く楽になるわけですよね。でお写真見ていただくと分かると思うんですけど、これでね炊事やるのはかなりきついですし、あとちっちゃい赤ちゃんいますよね。その時にね手袋しながらね育児できないですよ。でね手が湿疹があるとおしっことかうんちがまたしみるんです。もうほんと刺すぐらい痛いですよ。っていうことで、もう早く良くしてあげないといけないなっていうことで、本人も頑張りましたよ。チーズとかあの牛乳、甘いものはその時食べてないからこんなに早く治ったわけです。ということで本人の努力と、私のセンスと私のセンス、まあ、ここはこう強調しときたいなということで、まあ、2年、まあ、点々としたところが、まあ、ステロイドを使わず治りましたよという症例でございました。本気で治したい方、一般相談のホームからお申し込みください。表参道徒歩3分にある小さなお薬屋さん、悪質庵、ちょっぴり辛口のアドバイスと漢方薬でお困りの症状を改善に導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。